さてそれでは問題。オレンジを思い浮かべて。はい、それ何色ですか？簡単すぎましたね。では続いての問題。旅行するときに乗る飛行機を思い浮かべてみてください。その色は全体的に白くはないですか？現代の飛行機はほとんどが白い色をしています。でもその理由は一体何なんでしょうね。航空機大好きで気になったことは調べないと気が済まないこの私がその理由を探してみました。というわけで今回のテーマ、旅客機が白いのはなぜ？って、何ですか急に。ん？世界の旅客機の全部が全部白くはないだろうって。確かに世界にはカラフルな旅客機もあるにはあります。例えば南アフリカのマンゴー航空は明るいオレンジ色の機体で有名です。ハンガリーのウィズエアはピンクと紫色のペイントが施されています。こちらもなかなかカラフル。そして今も活躍中のシベリアの S7 航空、明るい緑色が美しいですね。とはいえこれらはごく稀な例。一般的な旅客機の場合、基本的なルールは白い機体の方が何かと得だぞということになります。皆さんの夏服には白いアイテムが結構あるんじゃないでしょうかね。 T シャツしかり、パンツしかり、タンクトップの場合もありますか。暑い季節に人が白い衣服をまとう理由は白が太陽光を反射するから。一方で暗い色は日光を吸収するため、真夏に黒を着ていると煮えたぎるような暑さを感じることになります。衣服と同様に旅客機も表面温度の上昇の防止策として白いペイントを施しています。加熱を防ぐと同時に太陽からの放射線の被害も最小限に抑えてくれるんです。一部の部品はプラスチックやカーボン繊維、グラスファイバーなどの素材からできており、熱に弱いこれらの部品を守るのは必須です。ですから旅客機はノーズコーンを含めて常に白い色をしていることが理想というわけなんですね。イギリスとフランスが共同開発した超音速旅客機コンコルドは白い特殊な反射素材をペイントとして採用していました。音速の2倍で飛ぶ機体に加わる熱にはそれだけの対策が必要だったのです。コンコルドの飛行速度は時速約 2200km にまで達したんですよ。ペイントが白い実用的な理由は他にもあります。多くのものと同じくそこにはコストという概念がつきまといます。白い旅客機は運用コストが低く抑えられるんです。そもそも飛行機は製造直後白いペイントが施されます。そこで買った飛行機の色を明るいイエローに変えようとしたとしましょう。まずペイントの層が約 450kg の重量を機体に追加します。重量が増した機体はより多くの燃料を必要とするため飛行ごとのコストが上昇します。自動車のガソリンが高いと思う昨今、ジャンボジェットを満タンにするにはどれだけの費用がかかることやら。またペイントそのものにももちろんコストがかかりますよね。旅客機用の機体全体を塗装するのに必要な金額はおよそ500万円から2000万円以上。あんまりお財布に優しくはないですよね。しかもそんな飛行機を後日中古で手放すことになると大変。明るい黄色にペイントしてしまった飛行機は通常の白い飛行機よりも買い手がつきにくくなります。誰も黄色いペイントを剥がすコストを余分に払いたいとは思いませんからね。そして万が一機体に損傷が起こった時、亀裂や陥没、燃料漏れといったトラブルは白い表面であれば簡単に発見することができ、一発で修理することができます。そして万の万が一、不時着が旅客機した場合って、それじゃあ逆か。もう一度、旅客機が不時着した場合、救助隊は白い機体をより迅速に発見することができます。また2011年の研究では鳥が暗い色の飛行機に比べ白い飛行機には寄りつきにくいという面白い結果が明らかにされました。というわけで以上が旅客機が白い理由でした。ではお次の疑問へと移りましょう。飛行機はどうしてあんなに高く飛ぶ必要があるの？ほとんどの旅客機は
高度 10km が巡航高度となっていますよね。いやー、それにしても高い。見下ろすのも怖くなるくらいに。それだったら町や山にぶつからない程度の高さで飛んでくれれば地面にも近いしちょっとは安心なのに。しかし実はこの 10km という高度は適当に決められた数字ではないんです。そもそも地上からの高度は高ければ高いほど空気が薄くなります。すなわちそれは旅客機にかかる抵抗が低くなることでもあり、その薄い空気を飛ぶ間に消費される燃料は最小限に抑えられます。中には地上付近の重い空気の中を飛ぶよう設計された機体もありますが、あくまでも一般例を見ていきましょう。また安全面から来る大きな理由も存在します。高高度であれば雷雨や雲に突っ込む可能性が低くなります。旅客機は雲の中を飛行しても全く安全ですが、そこでは乱気流が多く発生するため快適な旅とは言えません。乱気流は多くの乗客を不安に陥れますからね。もちろんパイロットも乗務員も乱気流に合わないに越したことはないわけです。まあ要するにどういうことかというと、飛行中はシートベルトをしっかりと。また多くの鳥は 10km の高度では飛行しません。飛行機は 1,2 羽の鳥によって故障を被ることがあるため、念には念をということでこの高さで飛行しています。故障しなかったとしても鳥を吸い込んでしまったエンジンにはかなりのメンテナンス費用が必要となります。またもう一つの大きな理由として、何らかの非常事態によって飛行機が落下を始めた場合でも、ある程度の高さがあれば体勢を立て直すことができます。この高度は一種のセーフティーネットとして働いているんです。なるほど、飛行機は高い高度で飛ぶ必要があるというわけなんですね。それではお次の疑問、飛行機の窓に開いてるあの小さな穴は何なの？大丈夫なの？穴が開いてて。ブリード孔と呼ばれるこの穴、これもまた私たちの安全のための設計なんですよ。飛行中機体内部は加圧されています。さもなければパイロット含め誰もが巡航高度に達した途端に意識を失ってしまうことでしょう。機内でエアコンがガンガン動いて空気が送り込まれている理由は、地上と同じ気圧を上空で再現するためなんです。一方それによって機体内部と外部の気圧差は大きなものとなります。内部から外へ逃げようとする気圧によって外部方向への大きな力が加わります。そこで役に立つのがこのちょっぴり不安な穴。機体の窓は3層になっています。最も内側の1枚はそんな穴に触ろうとしたあなたの手が触れる手前の窓、真ん中の2枚目にブリード孔は存在します。そして外側にある3枚目の窓は気圧変化による全ての力を受ける構造になっています。ブリード孔はこの外側の1枚の窓に内部の気圧による力が全て加わるようにするための空気抜きの穴なんです。また何らかの異常により外側の窓が割れてしまった場合でも2枚目の窓が気圧変化から機体を守ります。ですから穴が開いていても大丈夫。航空エンジニアの皆さんはちゃんとよく考えた上でこの穴を開けているんですから。さてそれでは多くの人が首をかしげるこんな疑問にもお答えしちゃいましょう。旅客機が北極を通らないのはなぜ？旅客機は飛行ルートを決定する際、さまざまな航空上のルールに従わなくてはなりません。例えば旅客機はチベット上空の飛行が禁じられています。その理由はヒマラヤ山脈の存在。って言っても巡航高度は 10km なんだから世界で最も高い山より高いんじゃないの？と思いきや、十分高いかというとそうとも言えません。エベレスト山の標高は 8848m、 巡航高度との差は 1km ちょっとにしかなりません。ちょっと不安になる距離ですよね。またヒマラヤ上空を飛行する際、何らかの原因で機体内部の気圧が低下したとします。乗客乗員すべて酸素マスクを着用し、15分から20分以内に飛行機は酸素が確保される高度まで下降しなくてはなりません。
しかしそんな状況で目下に山脈が連なっていたらどうなることでしょう。わかりますよね。ちょっと脱線話を広げすぎましたね。北極を避けて飛ぶ理由について考えていきましょう。確かに北極まで飛行してくれるチャーター機なんてものも存在することはするのですが、旅客機の場合北極上空の飛行は禁止されています。そもそも旅客機は有事の際緊急着陸が可能となる空港へ60分以内にたどり着ける距離を常に維持しなくてはなりません。このルールはエンジンが2つの操発機に課されたルールですが、エンジンが3から4機搭載されている飛行機であっても北極上空の飛行は厳禁。飛行機が万が一不時着した場合を考えると、あまりにも環境が過酷すぎるというのがその理由。また地球の磁場の極を飛ぶことになるわけですから、様々な機器が誤作動を起こすリスクも付きまとうわけです。しかし何といっても最大の理由は、そこがサンタさんの支配する空域だからでしょう。良い子悪い子のリストをつけているサンタさんの領空を侵犯すれば、どのような報復行為が待っているか分かったものではありません。というわけで今回は様々な航空にまつわる小さな疑問についてお答えしていきました。その他にも疑問があるという方はコメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。ブライトサイドの動画はまだまだたくさん、引き続きお楽しみくださいね。